するしない。なおやどっぽの至極の一曲。イエーイ。さあ今回も始まりましたね、はい、もうだいぶ慣れてきましたね、うちらも。本当に、いやもう慣れて、もう慣れちゃって慣れちゃってさ、はい、あの一応どっぽさんは後輩なんだけど、はいはい、全然年上じゃないですか。ちょっとだけね。ちょっとじゃない、結構ある。1、2個じゃない、嘘だそれは。ってぐらい年上なんですけど、うん、はい、まああんまり敬語使わないもんね、僕。もともと敬語でしたよね。あえて敬語で返しましたけど、今。あ、そうかも。なんならドッポさんも僕も敬語だった気がしますよね。そう、そう。なんかちょいちょい敬語挟みますよね、お互い、今でも。あの、距離感測りかねてる。まだね。同じチームの仲間なのにね。そうそうそう。あ、確かに。でも、アイコ、ひなたはね、敬語使わないもんね、うん、ドップさんに。うん、あの、向こうがね、一切使わないから。そうなんだよね。でも、アイコ、たまに僕には敬語使うのよ。距離。先輩、距離、先輩だからだね、やっぱり、ね。そうそう。あ、ついさ、先日さ、うん、あれあったじゃない。長野にドライブ行ってきたやつ。はいはい。あれ、もう、ね、そうそう、見てくれた方がいるかもしれないですけど、うんうん、正式メンバー僕ですだけですからね。あの、ちゃんと記者発表があったら僕だけなんで。なんならアイコもメンバーじゃない。メンバーで、僕しか今このするしだねメンバーにいないということだけ視聴者の方に分かっていただいて重宝していただきたいなというのを今日伝えたかったなと思って。な、別チームってことか。まあ二軍みたいなもんだよね、みんなは。僕らが。もう発表があったんだよこっち。確かに。まだみんな発表前だからね。うん、そこをちゃんと理解して、あの今後も取り組んでいただけたらなと思います。マウント取りに来ました、ね。中間管理職の方。さあ、ということで、はい、今回は、はい、YouTube の動画が流れるのは、うんうんうん、結構後になるかと思いますが、6月19日で行われたね、うん、最高戦エリルから、はい、やっていきたいと思いますので、じゃあ早速、はい、タイトルコールをね、行っていきたいと思いますか。はい、もう僕もだいぶ慣れてきましたよ、英声。英声ばっか最近使ってるもんね。はい、じゃあタイトル行ってみたいと思います。はい、村上純、大悟博士の魂の違反。じゃあそれでは早速見ていきたいと思います。今ちょっとね、ちょっと一回仕切り直そうね。仕切り直し、今テイク2がね、はい、あったんですけど、多分そのテイク1に出てないかな、はい、かなりしっかり噛んだドップさんをちょっと見せてあげたかったんですけど、うん、それでは早速ってことですね。じゃあそれでは早速、それでは早速。もうね、気づいたよね、年かな。はい。言って投げたぜ。ということで、はい、早速見ていきたいと思います。というわけで今回は早速見ていきましょう。はい、じゃあ、はい、まず対局メンバーがですね、これ親番が、大悟ひろさん、はい、なんちゃが、朝倉浩信さん、しゃーちゃが園田健さん、ペーちゃが村上純さんということで、なんと4分の3が M リーガーと。そう、 A リーガーの中で4分の3しか、はい、12分の3しかいないんですけどね。はい、もう大集合ですよ、大集合。はい、でこの曲は、トーン2曲の4本場1回戦目ですね。はい、で、4本場というだけに、まず本場が4本で、教卓のリーチ棒が3本ありますね。はい、置かれている状態ですね。なので、例えば1000点上がったとすると、1000は2200、多数3000点なんで、1000点上がるだけでなんと残機の1本場ってことですか。うん、5300点ですよ。え、1000は22は52。あ、本当は52だった。計算、点は計算になっちゃうんで間違えてるんですよね。1000点が52になる。あ、これね、もう喋ってたら見逃しちゃったんですけど、これまず1個、最初ね、これは河野さんから出たやつなんですけど、ちょっと戻しましょうか。これ、この手、はい、大悟さん、第1打がパーマンだったんですよね。そう、このパーマンね、うん、まあローマンはまだないんですけど、今持ってきた範囲なんでローマンは、うんうん、ローマンはなくて、まあ、この形で皆さんじゃあ何を切りますか。親番3万7000点持ってる親番で、うんうん、で今回のテーマ皆さんは分かりましたか。魂のいい判。そう、これいい判に思い浮かぶのって結構難しくないですか、実際。そうですね。でこれ面白いのが、まあ、まずこの曲のテーマから言うと、上がりの価値がめちゃくちゃ高いんですよね。そう、1000点上がっただけでも5200点になるので、なんで要はもう上がるだけでめっちゃ収入ありますよと、うん、いうのがまず一つテーマで、もう一つそれに伴うこととして、めっちゃこう上がりが偉いということは、みんな
上がりに来るんですよね。全員が同じ思考でやってますからね。なのでよく相対速度とか決着順目みたいな言葉で言いますけど、こうすごくスピーディーな展開になることが予想されると、でそう考えるとやっぱりその面前でのんびり手を組んでられるのかどうかっていうところがまずこの曲のスタートラインなんですよね、で、この DAIGO さんの面白いところがこれ残してる牌が、白、トン、イーマン、スーソー浮き牌ですね、はい、が浮き牌として残してあるんですけど、これ、一つ一つちょっとどう機能するのか見ていきたいと思うんですけど、これドラがウーソーなんですよね、なんで数層はドラを引いた時の受け入れとして機能しますよと。孤立牌の中でもかなり後に回りそうな牌ですよね、はい、そうですね。で、白とトンはもう言わずもがな、白は役牌で、トンはダブトンなので偉いですよと。重なるだけでもね、はい、役にもなりますね、はい、投げたら。でこれ E マンはちょっとこれ見落としちゃいがちなんですけど、一通があるんですよね。まだローマン見えてない状況ですよ。ローマン見えてない状況で、イーマン一通、この一通は、免税の手役だけではなくて一通っていうのは泣いても一通になりますよね、そうこの曲、よく手役派とかって言うじゃないですか、やっぱ手役って2つあると思うんですよね、目的が。おまず一つは打点を高くするためのもの。あ、はいはい、好きです、好きね、はい、僕そっち側の手役の人、僕ねそっちが苦手なんですよ。いや苦手ではないけどね。いやだってリーチすりゃいいじゃんって。ああなるほどね、リーチ手順としてね、リーチ一発ウラウラみたいな、ちょっと再生しながら喋りましょうかね。よいしょ。そうで、もう一つ手役の役割としてあるのが上がるための役。例えばどうしても上がらなきゃいけないけど、よくあるのが単野王とか役牌とか、そういった役牌が明確、泣いて上がれる役が明確に見えなかったときに、どこかしらにその上がるための手役を見出さなきゃいけないですよね、今回の DAIGO さんの見ている手役っていうのは打点を、もちろん面前でスピーディーにテンパれば高いんですけど、打点を見るための手役というよりはむしろその上がりを拾いたいと。上がりの価値がものすごい高いってことですね。本当、手役を狙う価値と同じぐらい、今回の局面では上がりの価値がでかすぎるがゆえに、上がるための手役を取りに行くってことですね。っていうのも構想に含めた第一打パーマンということですね。そう、このパーマンっていうのはまたすごいですよね。タイヤオっていう資格も残ってるじゃないですか。E ピンぐらいしかね、あと10杯ぐらいだったんで、パーマン統一を1枚ほぐすっていうのが、やっぱり全部を残す。一通だったりも残せるし、後々最終形で6球目が残っただけの強さもありますし、これ多分ピンズの形が 1-2 じゃなくて 2-4 だったらまたちょっと選択変わってくると思うんですよね。本線が単用になるん で、そうすると今度 E マンとかが第1弾になってくるのか、ね、はい、しますよね。これそもそもちょっとずるい質問しましたね今ね。めちゃくちゃいい手ですね。ドラドラですよこれ、今回ね。このメンツもかなりすごい、この6月19日かな、ね、放送があった最高戦 A リーグの第6節なんですけど、このメンツを見てても、もう十分面白い中で、トン2曲から早くも僕は実際見てて、この曲はぜひ取り上げたいなと思ってたこの曲だったんですけど、あ、やっぱり本当にすごい人たちなんだなっていうのが目に、手に取るように分かるこの1曲だったんで、ドブさんとも相談して ね今回これがいいなと思ったんですけど、僕はナオヤさんのこと言うことははいって聞くばっかり。そうそう、これね、E ピンポンですよこれ。 E ピンポンってなかなかできないよね、なんか選択肢に入らないというか、この上がりの局面でじゃないと、なかなか的選択肢に入らないじゃないですか。そうですね。でこれ結構ちょっと思ったのが、トンプー戦だとまあまあありそうな仕掛けかなと。残り曲数が少ない、で、それって共通点があって、やっぱりトンプー戦って上がりの価値が非常に高いんですよ、残り曲数が少ないんで、なんで上がりの価値が高い時の手組としてはすごくありなんじゃないかなと思います。でなおかつこれもう一つ情報があって、下茶の朝倉さんが第2弾に E 万切っていて、上茶の村上さんが第2弾に3万切ってるんですよね、そうするとこの2万っていうのは非常に良さそうに見えるんですよ。確かに、なのでそういうところ込みでこの E ピンを仕掛けて、これまあ一通を見た仕掛けなんですけど、一通への渡りっていうのは無理なくできるんじゃないかっていうのがやっぱり前提条件ですよね。一通しかないもんね、これも役はもう。そうです。あと臨車もありますね、E ピン感度ね、はい、ああそこも見てるか。ウーソを引いて
あ、運送なんだ。運送引いて2万切って、これ確か1貫して確か数層だったよ。あ、まだポン出し切ってないから。あ、そっかそっか。まあ、それ危険な話です、ね、それ危険な話ですね。そうそう、でもリンシャンとかもあるんですけど、うん、まあね、あの言ってもリンシャンってチャンス1回しかないんでね、うん、そう、これはやっぱり1通をあの、まあ、もちろん上がりの価値が高いっていうのと、仕掛けた時の1通が非常に上がりやすそうだと、うん、いうことの2つがやっぱりこの E ピンをポンさせてるんじゃないかということですね。で、ことやっぱりその競技麻雀、赤なしの競技麻雀って重厚な手作りだったりとか、うん、重厚な展開になりやすくあるもあるんですけど、まあ、やっぱりその上がりの価値が高い局面っていうのは、まあ、もちろんその軽いさばき、速度を持った上がりを見た仕掛けっていうのも、まあ、当たり前の話ですけど、やっぱりみんなできるんですよね。そこだよね、うん、みんなできるってドップさん結構今簡単に言ったんだけど、はいはい、やっぱりどういう手を作っていくかって、うん、どういう構想でやっていくかっていうのは人それぞれだって、今回取り上げたこの第5プロ、うんうん、まだ皆さんはあんまり知らない方もいらっしゃると思うんですけど、うんうん、すごく独特じゃないですか。そうですね、手組みという部分で。僕実はですね、あの天保をやっている時に、はいはいはい、散々やり合ってるんですよ。天保結構上の方の上段位の方ですよね、はい、そうで、まあ、この大悟さんはあの10段元10段なんですよね、はい、でまあ僕法オタクでずっと同卓してたんですけど、うん、配布を見ても結構わからないことが多かったんですよ。ああ、何やってんのかなっていうのがね。そう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 。で特に同卓をしていると、あの選択 の, あの方向性があの読み切れないというか、うんうん、まあ、そういった意味ですごく独特ですよね。それ全員いますもんね、うん、今のエイリングの人たちも、うんうんうん、あ、こうちょっと再生しちゃいますね。あの大悟さんのスタイルがもうちょっと何やってるか分かんないっていうのはみんな結構いるんで、でもそれってかなりプラス要素ですよね、うん、そうですね、まあ、やっぱりその対人ゲームなんで誰が何をやっているのかっていうのが分かるとすごく選択がしやすいゲームになるんですけど、うん、あのそれが分からないっていうのもある程度そのギャンブルをせざるを得ないというか、もう分かんないけど自分が得だからちょっと見た目上で見ると得だから行くしかないかとか、うん、で なってくれやすいもんね。例えばこの E ピンポンもあのハクトンが先に切られてるんですよね。そうで、ハツも通ってるんですよ。でこれチューンバックなの、あるいはチューンアンコなのとかですよね。まずあとトイトイなのとか、そう、あ、じゃあチャンタなのとかって思わせといて、例えばこれリャンマンチーするじゃないですか、うん、これ9万フィニッシュの一通とかっていうのはかなり盲点ですよね。そう、今え解説聞いてた？聞いてないです。聞いてない、うん、まさに同じことをこの日解説石橋さんと竹内玄太さんなんですけど、うん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 、この2人がまさに同じことを言って、これ9万フィニッシュされたら参ったとしか言いようがないよねっていう感じだったんだけど、うん、なのでこれ、そのモーワンフールをするまではチューン見せたくないですよね。そう、今まさに持ってきたチューンね、うん、チューンバックなのっていうのがメインとしてあるわけだからね。やっぱりこういった仕掛けって、まあ、本一の仕掛けとか鎮一の仕掛けもそうなんですけど、2風呂目がさせてもらえるかどうかってめちゃくちゃ大事じゃないですか。大事。やっぱりそのあと2回の抽選で上がりが拾えますようなのか、うん、あと3回抽選しなきゃいけませんようなのかって非常に大きな違いだと思うんで、うん、やっぱり2風呂目ができる、できやすい、うわ、こういうことですよね。だその切るタイミングとかもなるべくその風呂がしやすいタイミングで切るとかっていう工夫やっぱりしてますよね、うん、でこれ村上さんも仕掛けて、で村上さんからすると自分がまあまあ上がれそう、うん、まあ、今結構受け入れの広いイーシャン店かつ、これ大悟さんがこれチューンを切ってもう貫通からじゃない限りは結構これいい判なんですよね。チューンを、あ、チューンを貫通からまだ切ってないのか、ん、チューン切って、チューン切ってポンだったから、あ、そうですよね。そうなんでもう手役が絡むとしたらもうトイトイもないんで何かしらのいい反役である可能性が高くて、うん、で一番高かったとしてドラが頭の5800、あるいは純ちゃん3色とかだよね。そうですね、うん、まあ何にせよマックスは5000、ああこれでいい、すごい、これでいい。そうなので5800対こう見えてる5800だったら自分がこれだけ上がりやすい、うん、イーシャンテンだったら見合うだろうということですよね、うん、で今園田さんからリーチが入って、これ村上さんのウーピンですね。そう、これ決意ですよね。まず今取り上げてたのは、うん、大悟さんの
魂のイーハンの手役の作り方、はい、この上がるための手役の作り方をどうしても皆様にお伝えしたかった、この一通という手役を作るやり方で、次にピックアップ、今回はこの至極の一曲のテーマに沿った2人ね、うんうん、いるんですけど、この村上純の何がすごいかっていうのをちょっと皆様にお伝えしたくて、まず見てください。園田さんからリーチ入って一発目じゃないですか、はいはい、自分6球ソン引いてサブローピンテンパイ、はい、ただローピン現物じゃないですか、はい、ローピン引いて数ピンニャンピンのシャンポンにも取れるし、うんうんうん、なんならウーピンってかなり自分の目から4枚見えてるじゃないですか、もうすピン図が分断されちゃってるんですよね、上と下にっていう状況で、うんうん、めちゃくちゃ怖い、うんうん、なんか世ではさ結構言うじゃない、いっぱい持ってる牌は危ないから、うんうんうん、なかなか切りづらいって、はいはい、もうランピンなんてもう、うん、もろ裏筋じゃない、地球上でほぼ僕しか持ってませんねみたいな、ね、でぐらいでも、うんうん、もろヤンピンあるわみたいな、うんうん、自分が7枚、うんうん、7枚か、いやもうウーピン4枚見えてるんで7枚よね、でヤンピン1枚見えてるんですよね、7枚見えてるヤンピンを、うんうん、を切らなくてもいいよくテンパイをできる状況にいるじゃないですか、うんうん、で村上純さんのやっぱりスタイルってのはみんな知ってるわけじゃないですか、うんうん、結構守備派の、うんうん、で泣きも全然少ない、うん、ただこの泣いた時に、うん、この一杯の決意ですよ、うんうん、この曲に対しての上がりの価値の大事さは全員一緒っていうのはさっき言ってたんですけど、ここで結構ノータイムにウーピン切った村上純が、僕は村上純の本当の強さだなっていう思うんですよ、うんうんうん、守備を大事にするのであるんだけども、うん、やっぱり行かなきゃいけないところの鋭さ、やっぱりベースちゃんと数字で計算をできる人なので、でこれよくよく見てみると、マンズが今想っている数字が9万とパーマンの2本だけ、うん、でソーズはチーソーの1本だけで、ピンズはサブローピンとスッチーピンの2本なんだけれども、ウーピンが4枚見えているというところで考えると、まあ高く見積もったとしても、この補充率もし町がピンズだとしたら非常に当たりやすいんですけど、うん、町が他の色である可能性も十分にあると、うん、でなおかつ今リーチ棒が出ていて、実質の上がりの価値が1000点を上がったとすると6200点にものすごい高なんだよね、そうもう6倍ですよ、6倍、うん、6倍付けどんどんっていう、その単純な期待値計算、まあ単純なでもないですけど、しっかりと数字をベースに計算したものっていうのが根拠としてまず一つで、これ僕ちょっと見て思ったんですけど、もう一つはこのサブローピンがめちゃくちゃいいんですよね、上がりやすいですよね、でもちろんそのリーチ者の現物になっている、うん、っていうことも一つあるんですけど、これ E ピンが3枚で、リャンピンが3枚、ウーピンが4枚見えてるんですよね、うん、となるとこの3ピンってもし使えるとしたら、トイツアンコで持っているか、もしくは123のターツ、あと1枚しかない E ピンリャンピンを1枚ずつ使った E ピンリャンピン、あるいは、まあ、リャンピン3ピン数ピン、うん、という形で使っているパターンしかありえないんですよね、うん、そう考えると現物ではない3ピンの方も、まあ、他の人から見ても E ピンが3枚見えているのは分かるので、うん、サブローピンが非常にまあ、山にいるだろうとも読めるし、ターチャーから切られやすくもあると、うん、でこの2つがやっぱりその数字的に得だっていう部分を後押ししてるんじゃないかなって思ったんですけど、ちょっと長く喋りすぎましたね。いや全然いい、そういうことなのよ、はい、要は村上さんが考えてることっていつものスタイルだけじゃなくて、はい、こういう時にはそこまで全部考えてやってますよっていうのでの一打、はい、これが魂の一打なの、簡単にウーピン切ることは簡単じゃないですか、うんうんうん、ローピン現物だから行こうだけじゃないっていうのも伝えたかったんで、うんうん、本当は僕は全部話したかったんですけど、うんうん、すぐ取るからもうすぐ自分が取るからってぐらいでも完璧な説明だったんですけど、ね、本当にね、うん、これやっぱり補充しちゃったら、はい、この上がりの価値は高いんだけど、はい、相手に上がられちゃうから怖いから、はい、ローピン切るっていうのは実際全然ありだと思うんですよ、うんうんうん、ヤンピンスーピンもそこまで上がりづらくないんですよ、うんうんうん、ピンズの下はいいんで、ローピン切っていくのもいいんだけど、さらに上がりやすくする、うんうん、この魂の一打っていうのが今回の村上純の本当の強さだなっていうので、うんうん、僕この時見てて、わこの曲のライブ村もちろんリーチ打った園田も、うんうんうん、対応ずっとしてる朝倉もすごかったのもあるんですが、うん、この2人はすごいなと思ってすぐ書いたもん ね、なんなら AD も放送中に LINE グループに来ましたから、ね、この曲ちょっと至極の一曲使いたいなと思った、うんうんうん、これはすごいなって思った一曲なのよ、はい、僕忙しかったんで返事は次の日にしました、ああ見ますねなんつってねそうでもね
そう、これも ね、大悟さんもね、上がりの価値めちゃくちゃ高いですよ、ね。まあ、大悟さんなんかもう1500だからね、なんだろう、500点みんなより多いからね。ね、67になってるから。もう実質 5% の3本分みたいな、ね。そうそうそう。実質手が合ってるんですよ。そ, う、ね、そのままだね。いや、でもこの3人上がれて、うわこれさ、うん、ここまでちゃんと上がりを拾い取った村上純、本当にかっこいいなと思った、この曲、どうですか、皆さん。やっぱりね、麻雀の上がりの価値って、まあ、打点だけじゃないんですよね、うん、その手の。まあ、今回、供託もありますけど、例えばその人の上がりを潰すことの価値の大きさっていうのもあるし、うん、もう手牌の価値を半数だけで判断はできないですよね。そう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 。だ、例えばもう死ぬ気でいかなきゃいけない先天もあるし、むしろ降りた方がいい満貫の天牌もあるし、なんならね、役満になって降りなきゃいけない時だってあるわけだからね。そうですね。っていうのが麻雀の面白さで、うん、今回は本当になかなか取り上げることがないかなっていう、うんうん、その本場があったり、教徳があったりっていう局面での、はい、トッププロたちの押し引きのやり方、高打点を作るだけじゃないやり方、競技麻雀のこういうあるべき姿っていうのをまじまじと見せていただいたなと思ってね。うん、まあ、本当に麻雀対局いっぱいあるじゃないですか、うん、取り上げるのが1000点の上がりの局面っていうのが非常にマニアックの僕らっぽいかなって。そう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 。なんかあんまりなくないですか、うん、この1000点にフォーカスするってね。しかも2人ともだからね、うん、このいい判断だからっていうフォーカスをしたくて、なんかいいなこれ、うん、と思って、うん、至極の一曲、うちらっぽいなと思って今回は取り上げさせていただいたんですが、うん、皆様楽しんでいただけましたでしょうか。今回ね、ちょっと早期決着だったんで、はい、まあもっと本当はね喋れるんだけども、うん、まあ2人のすごい良さというかのは伝えられたかなと思いましたので ね、うん、まあ今後もね、どんどんこういうマニアックなところも、はい、いよいよ大きい手が出てくるのかと、はい、いろんな題材をねこちらも考えていますので、はい、麻雀好き度合いは麻雀界でも随一ですから、随一、これだけは本当に負けられないんですよ、はい、本当にそこだけなんだから。とりあえず晩ご飯のおかずより先に今日の手牌の価値について考えてますからね。そうすごいこと考えてるね、うちらね。さらにですけど、これちょっと告知なんですけど、はい、もしかしたらもうこれが流れる時には、はい、なってるかもしれないんですが、うんうん、ついに僕も放送対局でね、はい、今期の B1 リーグでお出ることになってるので、僕の対局からも、はい、じゃあ僕ダメだったところだけ見ましょう。違う、至極じゃなくなっちゃう。それじゃあ、それ至極じゃなくなっちゃう。違うところでやった方がいい。違うところでやった方がいい。違うところでやった方がいい。っていうのも僕たちも自分出していけたらいいなと思ってますので、はい、今後もね、はい、チャンネル登録も高評価も、はい、ぜひよろしくお願いしたいと思います。はい、それでは皆様、さようなら。